鉄製の火バサミ。点火する際に炭をつかむ道具です。長細い万力の形状で先端が湾曲している2本の刃で対象物を挟み取ります。火バサミの構造は一般的なハサミとは異なっています。一般のハサミは銅刃と正刃で構成され、片手で簡単に操作できる仕組みになっています。火バサミは両手で操作し、両方の刃を動かし対象物を挟み取ります。炭などの燃料を挟んでコンロの中に入れたり、燃えかすを掃除する際に使います。両手で火バサミを操作することで大きな燃料でも挟み取ることができます。